IMP のリハーサルであの夢のステージ衣装の秘密が明らかに。想像を超える変身に視聴者熱狂。ストロベリーフェスのリハーサルで見えた IMP の本当の姿とは隠されていた一面に注目 ?IMP のリハーサルがついにスタートしました。舞台裏の様子をちょっとだけご紹介しますね。皆さん。 この素晴らしいメンバーについてお話しできることに興奮していますかそれでは一緒にリハーサルの様子を覗いてみましょう。リハーサルが始まるとバックステージの雰囲気が一変します。それは舞台裏の生活が本当に始まる瞬間です。この舞台裏の興奮と熱気はまるでスリリングなアトラクションに乗っているかのようです。しかし、このアトラクションには 衣装やメイク、そして心の準備など、様々な要素が含まれています。しかし、中にはひょうきんな一面を見せるメンバーもいます。大河くんは、ちょっと引っかかっているようですが、笑いを誘っています。そして、勝負の衣装がピンクになることについての興奮が伝わってきますね。そんな彼らの様子を見ていると、こちらまで緊張してきます。たくやくんは、 いつも通りかっこよく決めていますね。彼の姿を見ると過去の思い出が蘇ってきます。ドームでのパフォーマンスを思い出すと感慨深いですね。リハーサルが始まると7人のメンバーそれぞれの表情に緊張感が漂う。でも大河くんが手を振ってみんなを和ませ、拓也く,くんがかっこいい姿で人々を魅了する。 この日初めて新しい衣装に身を包む IMP。ステージ衣装がピンク色に変わっていく様子にファンの期待も高まる。緊張するなと口にするメンバーもいるが、それでも一歩ずつ前に進んでいく。リハーサルを重ねることで徐々に自信に満ちた表情になっていく。きっとこの舞台に向けて日夜の努力を重ねてきたのだろう。リハーサルの様子から IMP の成長の軌跡を感じ取ることができる。リハーサルが終わった後、みんな疲れていますが、その努力に敬意を表します。日本からもたくさんの応援が届いていることを知って、彼らの励ましを感じます。彼らが好きだからこそ、こんなにも心から応援したくなります。IMP のメンバーがステージ裏の様子を公開してくれることに、 ファンたちは喜んでいます。その素敵な姿を見ることができて、本当に感謝しています。彼らが舞台で輝く姿を想像するだけで、心が躍りますね。今回のリハーサルの動画を見て、ファンたちはさらに興奮が高まっています。こんなにも彼らの成長を見ることができるなんて、本当に幸せです。これからも IMP。 の活動を応援し続けていきたいですね。リハーサルではメンバーたちが衣装を身につけて真剣な表情で準備に取り組んでいます。誰もが緊張していますが、それでも笑顔を見せてお互いを励まし合っています。特にシンくんは手を振ってくれてみんなの気持ちを和ませてくれています。そんな彼の姿を見て心が温かくなりますね。 衣装を身につけてリハーサルを行う姿はまさにプロフェッショナルの風格そのものです。彼らは緊張を感じながらも笑顔でステージに向かっています。新しいメンバーも手を振ってくれているとのこと。その姿は未知の舞台に向かう彼らの勇気と決意を物語っています。そして舞台裏では時折笑い声がこだまします。 誰かが引っかかって転んだり、面白いエピソードが起こったりすることもあります。しかし、そんな小さなトラブルも、彼らの興奮と情熱を現じることはありません。それどころか、彼らの絆を深め、笑い合う時間となるのです。ここで着用されている衣装がピンクに変わるとのこと。それは、彼らのパフォーマンスがより華やかで印象的になることを意味しています。 その変化に対する興奮がリハーサルの緊張を一層高めています。また、ファンからの応援の声も彼らに力を与えています。日本からも多くの応援メッセージが届いており、その温かい言葉は彼らの心を励ましています。彼らがいかに多くの人々に愛されているかを実感する瞬間でもあります。そして、舞台裏での努力と準備が、 いつか見事なパフォーマンスとしてステージ上で輝きを放つことでしょう。彼らの努力と情熱がファンの心を打ち感動を与えることでしょう。これからも彼らの活躍に目が離せません。彼らの舞台裏の姿を見ることで彼らの魅力と才能を改めて感じることができます。そして彼らがステージ上で輝く姿を見る日が待ち遠しいですね。 彼らに向けて一声。頑張ってください。一歩一歩、前へ前へ。日本からも心から応援しています。これからも素敵なパフォーマンスを楽しみにしています。最後に彼らに向けて一つの質問を投げかけてみましょう。あなたが彼らのステージ裏での一日を体験できるとしたら、どのような感想を持つでしょうか 彼らの興奮や緊張、そして努力の姿に触れたら、あなたの心に何が残るでしょうかそれは、きっと彼らの魅力と情熱について、新たな発見をもたらすことでしょう。今回のストロベリーミュージックフェスティバルは、IMP にとって大きなチャンスだ。日本のファンからの熱い期待も感じられる。そんな中、リハーサルの様子から、 IMP のメンバーたちがステージ上でド派手な演出と圧倒的なパフォーマンスを披露してくれるのではないかと予感させる。彼らの持つ可能性は無限大だ。これまでの努力の賜物が今回の舞台でどのように花開くのか。ファンの心に響くパフォーマンスを期待したい。きっと彼らはこの大舞台で大きな一歩を踏み出すことだろう。そして、 その先にはどんな道の可能性が待っているのだろうか。IMP の挑戦はまだ終わっていない。これからも彼らの成長と挑戦を見守り、熱い声援を送り続けたいと思う。リハーサルが始まりました。舞台裏の情報をお届けします。ハッシュタグ IMP。ハッシュタグストロベリーミュージックフェスティバル。リハーサル中、 みんなが衣装を身につけていますね。頑張ってくださいね。スマイルマーク。みんなが緊張している中、しんくんが手を振ってくれていますね。スマイルマーク頑張ってくださいね。楽しんでくださいね、タイガくん。大丈夫ですかびっくりマーク笑い声が聞こえますね。IMP の勝負衣装はこれからピンクになるんですね。緊張します。 たくやくんが一番かっこいいですね。この衣装を見ると、ドームの思い出が蘇ります。リハーサルお疲れ様です。頑張ってくださいね。日本から応援していますよ。この7人が本当に好きなんです。一重引用布、一重引用布。舞台裏を見せてくれてありがとうございます。頑張れ。姿が見れて嬉しいです。 ありがとうございます。日本のピンキーがたくさん応援していますから、頑張ってくださいね。ハッシュタグ IMP 最高。舞台裏が見られるのは嬉しいですね。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ハッシュタグ IMP。ハッシュタグストロベリーミュージックフェスティバルに行きたかったです。緊張していますが、貴重な映像を見れて嬉しいです。ありがとうございます。 頑張ってください日本から応援しています炎素敵な動画ありがとうございます拍手リハーサルの様子ありがとうございますキハート日本から応援しています日本の旗頑張れ一歩一歩前へ前へ頑張ってください動画ありがとうございます応援しています